しが直やっさく濁った頭その晩は四時を聞いてようやく眠りましたが二時間ほどしたら目が覚めてしまいました知らぬ間に書生が窓を開けていって朝日が部屋いっぱいに差し込んでいるいつものような穏やかな朝です私は前夜のことが 恐ろしい一夜の夢で」とそう思い切らないうちにもうそれを否定する考えが湧いてきますがしかしそれでもなお嘘というような心持ちもしないではありませんが思い切って起き上がった時にそこに落ちていた即発の櫛を見たら前夜の有様をまざまざと目の前に広げられるような 耐えられない苦痛をを感じたののです櫛を机の引き出「しにしししままって部屋を出ましたしかしお夏がいるだろうと思う茶の間へは行く気になれないのですぐ庭へ出ました」「やぶ庭という千坪余りの庭は人に姿を見られたくないこういう場合は最もいい隠れ場所でした。 ままだコオロギがいいています私は黄色い桜の葉の散り敷いた中を歩きながら考えました。考えればどうしても前夜のことはやはり罪だという気がしてなりません。なぜなら私は前夜も今朝もいつも必ずする祈りをしませんでした。それが 口ではなんと理屈をつけようとも自らそれの罪だったことを認めている証拠ではあるまいか。青霧でモズがけたたましく泣きました。私は全く一人秋の中に取り残されたような孤独を感じました。私は何を考えるともなし。 しばらく木立の中をぶらぶらと歩いた後、盆栽へかける水を入れた大きな亀のところへ来ました。水は澄み切っています。小さな金魚やヒゴイが私の影に驚いて、そこの方を忙しく泳いでいます。ぼんやり亀の淵へ手をついて中を見ていると、 夏の初めに買ってきた時真っ黒かった金魚で背中の方からまばらに剥げて黄色くなりかけたのや大概は赤くなってただ腹のところだけがわずかに黒く残ってるのなどがある私は植木物の棚から歩を取ってきて入れてやりました喜んで食います 私は今度はバラの挿し木を作った下手鉢を一つ一つ丁寧にあげてはミミズを取ってそれを入れてやりました一口には飲み込めませんから口へ入れては吐き出し吐き出してはまた飲みして騒いでいます下駄の音がした振り向かずにいると もう皆さんお前におつきですよというお夏です。お夏の顔にはさっきはと言って会釈する人の表すような表情があります。私は急にやるせない悔いと怒りとを一時に感じました。その心持ちはお夏もすぐ私の顔から読み取ったようでした。 ささっさっと帰ってきます末首をして尻を左右に動かして小走りに急ぐその後ろ姿を見ると私はたまらなく見にくく感じました茶の前へ来ると母がすぐ「どうしたんだろう大変顔色が悪いよ」と言います。 と9時に座っていたおなつがすぐ引き取って「書き物で夜明かしをなすったんですって」とそらぞらしくちらっと私の顔を見ました私は息の弾むほど腹が立った「ああ嫌な女だ」「もうつくづくそう思いました」がやはりその夜私は接吻を許したのです 翌晩も同じことですそのまた欲晩も。こうなると私のような事故のない弱い思い切って信ずることも思い切って反抗することもそうかといってぼんやりと平気でいることもできない人間には唯一の逃げ場は絶望的になることよりほかはありません。 すべての力を尽くし、力尽きてついになるというのが、本当に絶望的な絶望でしょうが、私にはそれだけに力を尽くす気力も第一にありません。むしろそれをもって申し訳とする絶望です。問題の解決とする絶望です。誇張です。宗教もない、道徳もない、社会もない。 過程もない今から思えば実に無意味なことです。その当時でも一方にはそんな気分を笑うような心持ちもどうかすると出てはきますが私はそれを無理に抑えて緊張した多少人工的なイライラした気分で生活していました。しかしそういう気分も。 止むときなしに続けることは到底できません。ややもすると、金魚のためにミミズを探してやるときの気分にもなるのです。ある午前のことでした。部屋でぼんやりしていると、女中が手紙を持ってきました。田島という米国のアマーストの学校にいる友達からの頼りで、 開くと牛花が入っていました。葉のようで、もう少し大きい葉で、その葉の間に小さな白い花が5つ6つ固まってついています。これはメイフラワーであります。晩春になると近所の山屋に咲き乱れています。 命はわずか2週間くらいであります。木の大きさ3寸くらいで根が深く岩や小木にしっかりくっついて腹ばっております。これは去る日曜日一人でノッチを散歩した時に取った狂い咲きです。どんなになりますか知れませんがお目にかけます。こういうい書き出しで、 これを帽子のリボンにさして夕方の田舎道をぶらぶら帰ってくると後ろで口笛を吹くものがある振り返ると誰もいなくて急に口笛も止む歩き出すとまた口笛を吹くものがある僕は呼吸を測りまして不意に振り向いてみましたと書いてあるその時 田島君の動向を通して網膜の中で赤いものが一部と言わず一輪の何十分の一ばかりずったというのです。路肪に一軒孤立して立っているよろず屋の屋根裏のに窓でその赤いものは動いたのだというのです。なお田島君は迫らぬ筆つきで。 この店にいる十六七の可憐な娘のことをこまごまと書いてかねてから話をしたことも物を買ったこともないけれどなんとなくこの娘が好きで毎日曜日の散歩にも娘の姿が見える時にはその週はいい習慣で見えなければ悪いとそう決めていたその娘だったのだと書いています。 読みながら久しぶりで私はのびのびした気分になりました。私はすぐ返事を書いて「君のゆったりとした今の生活がそれだけですでにとか音楽のように僕のすさんだ寂しい心を慰めてくれる」ということから僕も君のいるところへ行って 同じような生活に入りたい。そんなことを書いていると下の庭で「おじちゃま」と細いしかし澄んだ声で言うものがある私は真紀子が来たなと思って「まあやん」と呼んでやりました私の姉の一番末の娘で黒目がちな目の大きいかわいい子供です みんな「まー、あ、ちゃん」とか「まあや」とか呼ぶのですが私はもっとかわいく「まあやん」と言ってやるのです。はーいと言います。「かあちゃん」と来たのかい私は手紙を書きながら言いました。と誰かその返事を小声で教えるようでしたが「そうでちゅよ」と言う。私は 「姉が一緒だなと思いましたからペンを置くといきなり障子を開けて欄干へ出ました」ところが「マーヤを抱いているのはお夏でした」「おじいちゃま」と大きい目を見張ってまた言います「おい」こう言うと私はすぐ欄干を離れずにはいられませんでした。 お夏はわざとこっちを見ずに襟足を見せて抱いているマーヤの顔を覗き込んでいます。その方に浮かぶ微笑からお夏が現在頭に浮かべている考えつまりマーヤという小さな子で暗示する嫌みな恋の冗談を直角的に感じたような気がして私はすぐ不機嫌に部屋へ入ってしまいました。 半月ほど経ちました。うちの者は私の様子の変わったのを心づいたようでしたが何も言いませんでした。母などはなんとなく心配しているようでした。しかしただ一人お夏との関係を築いたものはありません。この関係が生じてから変わったのは私ばかりでうちの人の目には お夏は全く変わらなかったものと見えます私の目にはずいぶん際どいところまで平気で出しているようでしたがそういう方面にはうちの人は案外鈍いものだと思います一番先に気がついたのは女中の中で一番年の少ない賢い仲働きでした 私の感情はだんだんにすさんでいってお夏には随分ひどく当たってやりました。はじめはお夏も不快な顔をするくらいのものでしたがそのうちにいくらかすさんだ気分になっていってうちの人々へも時にはそれを表すようになりました。ある時「もう皆さん知ってらっしゃるようだ」。 とがが言ったことがあります知れたらどうするってんだ私はわざと荒々しく言って冷ややかに笑ってやったのです。あなたが下手だからダメだ。ぐずぐず言えば<ず>俺一人飛び出せばいいんだろそれでいいでしょ。お夏も負けずにこんなことを言います。この時分二人はいかにも絶望的な。 がいじみたことを言っていたのですがそれらは要するに誇張だったと思います自分ではそうは考えませんでしたが今から思えば決して真剣ではなかったのですそれと一つの大きい不思議は私のキリスト教的の考えというものです「簡易罪という掟きては何年という長い間 私を苦ししめ抜いたた。ものでした一度の恥ずかしい行いすらがももに小刀を刺そうとしたほどに私を反問させたものでしたが現在愛情もなしに続けている会員にほとんど何の宗教的反問も感じない大けがをした人の神経がその部分だけ一時麻痺してしまう事実と 似た現象と,も考えられますがとにかくあれほど長くつきまとっていた教えというものがあまりにたわいなかったのは今から思っても不思議に絶えませんしかしなお不思議なことはそれほど宗教とは離れてしまいながらしかもますます私が絶望的になっていくことです私は 自分の理性の不明なこと初めの考えの惰性になっていることなどにも気することができますが一方には今までの停滞した単調な生活に飽き飽きして何か新しい強い刺激を欲するところからむしろ遊戯的な気分までが加わってますますそう傾いていったものではないかと思います。 うちのものが気がついたようだとおなつが言ってからおよそ1週間ほどしてめったに来ることのなどない母が突然私の部屋へ入ってきました大変ラッチなくしとくんだね微笑しながら散らかった部屋を見回して言います私は黙っていた近頃はちっと とも学校へ行かないようだがいいんですかと火鉢の向こうへ座りながら私の顔を見ています。他から問題を引いてくるつもりだなと思いながら「いいってこともありませんが行ってもつまりませんからね」とほとんど意味のない言葉で答えました。つまらないって卒業するまでは真面目に通ってもらわないと。 お父さんでも私でも安心していられないからね。お前家にいて勉強できますか？やろうと思えばできますよ。どうだろう？どこか下宿でもしてみたら？なぜですか？なぜってこともないが。その方が勉強ができやしないかしら？ 下宿はよししましょう。私は不快な顔をしてこう言ったお夏と分けようとするならなぜお夏を返してしまわないのだろうと思いましたとにかく父と母と相談した結果そんなことにして事件の本題には全然触れずに片付けようという方針らしいのです。 母はしきりに下宿屋へ移るように勧めましたが私はどうしても承知しませんでした「この頃のようにくさくさしていたらお前脳を悪くするばかりですよ」「ちと髪型の方でも旅行をしてみたらどうです」「しまいにはこんなことを言い出しました考えておきましょう」と言い捨てて 私はさっさと部屋を出てしまったのですお夏との関係が生じてから私はあまり友達と行き来をしなくなりましたことに親しい真面目なことなどを語り合った友達とは会いたくなかったのですがその時ぶらりと家を出ると行こうか行くまいかと迷いながら ついにその決心をしないうちに芝のある友達のうちの前まで来てしまいました快活な友は自分で茶を入れながら近頃はどうしてると言います「元気がなくていけない」「どうかしたの?」「気分が悪くてどこへも出る気がしない」 私は暗にこのひときばかりまるで教会へ顔を出さぬ言い訳をしたのですこの友は中学時代の友で今は同じ教会員でもあるからです学校も休んでるそうじゃないかいつものかと思っていたが体が悪くちゃいけないね体が悪いというほどでもないんだけど 私は曖昧にしてそれが一どの宗教上の反問とでも聞きなされるように言った一時間ほど話してここを出ました「友は私の苦問をやはり宗教上の疑惑ととっていろいろとその方向の話で慰めてくれましたがそれは私に何の感銘をも与えませんでした」。 いいかかににも空虚な言葉を聞かされているように感じたのです何の響きも私の胸に起こしませんでした。宗教という木は私に差し目にされていて何年という時を経ったけれどもついに根を下ろしてはいなかったのかもしれません。外は風が吹いて埃が立っていました。 秋もだんだん深くなって道端には落ち葉の風に集まられたところなどがあります。私はぶらぶらとうちの方へ歩きました。みちみち私の頭にはお夏が病気ででもけがででもいいから不意に死んでくれないかしらという考えがしきりに浮かびました。一方には、 人の死を願うという殺そうと考えるよりも恐ろしい心を我ながら怖く感じてそんなことを願うくらいならお夏に対してどんな無情なことをしようといくらましだか知れないと思いながらやはり死んでくれるといいなという考えは頭を離れませんでしたしまいにはこんなことまでが浮かびます 私がそんなことを夢にも思わないのに突然お夏が病死する私は心からお夏の死を悲しむそしてお夏との関係が純然たる過去となって詩のように小説のように私の心に残るしかしこの横着な空想を憎む心 暗い二人の未来に対する恐れの情などもこんぐらかって、私の胸はますます重くなってゆきます。もう考えるということがいけない。と私は一人首を振っていったのです。考えてすればそこに責任が生ずるようで、今は考えるということがなんとなく恐ろしくなってきたのです。 絶望的になった人間のすること理性を失いかけている人間のすること何の責任もない何でもできるこんな気がするのですだからその夜お夏があなた今日おっかさんに何か言われましたねと言った時旅行しろとさ おなつさんと駆け落ちをしろと言うのかもしれないと言ったのです黙って私の顔を見ているのに「おい駆け落ちをしろとさ」と重ねて言いました今思えばこれもその場の調子に出た言葉だったのですがしかしほとんどこれだけが動機で その翌朝未明二人は家を飛び出してしまったのですそれからの生活はほとんどお話になりませんお夏が婚家を去る時もらった二千円ばかりの金がある銀行に預けてありましたがそれを引き出して二人は海水浴場や 温泉場を先々と回り歩いていたのですお夏に接するまでは私は澄んだ頭脳と澄んだ心と思った青年でしたしかしその後だんだんと私の心は濁ってきましたでも頭までは濁らなかったのですしかし旅へ出てからの生活のすさみ方 その初めといえば前にも言った誇張された絶望からなのですがいつかそれが恐ろしい習慣となって今は二人の間にこびりついてしまいましたこうなると今まで住んでいた頭脳までがだんだんに濁ってきました冬の弱い日光にすら目をはっきりとあいていられないような心持ちになってきました 頭は常に重くてものを言うにも言いたいことがすぐ口に出てこずそれより先に感んが起こってしまうというようになりました体のいいお夏はその自分はまだ私のようなことはありませんでしたで時々妙に浮かれたりすることがあるのですそういう時は言葉までが変わって 今のの若い女学生の使うようよな語尾を持ちます歯が浮くと言いますが私は殴りたいほどに腹が立つのですまた見えすいた無邪気な真似をすることもあります「おいお前はいくつ土地上だっけ?」私は我慢ができずにこう言ってやったこともありましたはしゃいでいたお夏は急に嫌な顔をします そのうちお夏の頭も濁り出しましたヒステリー的になってゆくのがよくわかりますすさんだ無いな日そうですその頃の二人の生活にはこの言葉が最も適当ですそういう日を送っている私には女がだんだんヒステリー的になっていくことがどういうものか 一種のの興味になったのですお夏は実際肉欲の強い女でした自分の乳房をじーっと握らせなければ承知しないという女ですそしてある頃から女だけに満足を与えるような方法を始めるとそれからはお夏の病気の進むのが目に見えてはっきりしてきましたちょっとしたことに 非常に喜ぶかと思うとちょっとしたことで非常に腹を立てます。笑うかと思うとすぐ泣く。またつまらぬことにびっくりするようなこともたびたびになりました。こういう間にも私自身やはり頭の濁りが濃くな,なりつつあったのである。ある町へ来て宿を取ってもう寝ようという時でした。 街を歩かないとお夏が言います旅に出る前から毎晩寝る前に飲んでいた薬を買いに行くんだなと思いながら嫌だと言いましたじゃあ出てきますよ意向にかけてあるコートを羽織ると黙って出て行きます小説でも雑誌のフルでも貸してくれって言ってもらおうか お夏は障子のヘリにつかまってスリッパーを履きながらこちら,をこちらへ背を見せたまま買ってきましょうと言う「買わなくてもいいよそうですか?」とそのまま後ろ手に障子を閉めると静かにスリッパーを引きずりながら行きます「誰の小説を買ってこられたってたまるものか」「しばらくして」 「面白いものはございません」と女中が薄汚れた小説雑誌講談本などを一かかへ持ってきました一つ一つ酔ってみたがどれも面白くなさそうなものばかりで中に双葉邸役の「肩こいというのが汚れきってあるまだ読んだこともないし面白そうでもあるが いかにも汚いので見る気がしません。ご覧になれるようなものがございますか?」。障子のそばに膝をついていた女中がよ。あるよこれで結構。それから床を敷いてもらおう。女中が床を敷く間私は本を選びました。 住んである下の方に昔の草草子の妙に湿気を帯びたのが七八冊ありました「田舎源氏の破本」ですページの下の隅が字も何も見えないほどに汚れて紙が毛羽立っていますしかしそれを食っているうちにいつか私は五つ六つの頃妙妙車という種数か誰かの草草子が 筒に入って祖母の部屋の違い棚に載っていたのを紙に載せた菓子を食べながら寝そべって見たことがある私にはその自分のような一種懐かしい気分が湧いてきました「おやすみなさいまし」と女中は丁寧に手をついてから出て行きました 私は他の汚い本を肩寄せて縁側へ出してしまって田舎源氏だけを枕元に置き伝統の紐を伸ばし意向に下がっていたお夏の細いしごきで額の釘へ引っ張り明かりをちょうど頭の上へやってから寝床へ入りました。 大変抜けてはいたが大体変の順序をつけてから見始めるとのんきだった幼児の懐かしい気分の再生とこの小説の昔風な気楽な内容とから来る気分で脇にお夏はいず私は久しぶりで何とも言えない胸が軽くなったような気持ちがしてきたのです。三つじといいう美しい男が、 いろいろな美しい女と知り合うところが種彦の作を読んだことはありませんが国定の絵だけでよくわかります丸の中に「藤」とか「あ」とか「紫」とか「かつら」とか「たそ」とか「あや」とか書いた印が袖や裾についています眉毛のあるなし着物の違いくらいはあるが どれも同じような美しい顔をしたそれらの女と三通二が次々と知り合ってゆきます前のページである女と会ってるとすぐ次のページで違う女と合引きをしていますその他絵で見たところでは家来でも女中でも故障でも坊主でもみんな三通二の恋のために 一生懸命にになってて働いているように見えます私は見ていくうちに未つの極端に自由な恋がなんだかおかしくなってきました。と同時に極端に不自由な自分とお夏との関係についてもなんとなく滑稽な感じが起こってきたのです。 私は何ということもなしに愉快になってきました。往来へでも飛び出して力いっぱいかけてでも見たいような気がしてきました。今にもお夏が帰ってきたらもう今からお前とは別れるからと快活に言ってこのうちを出てしまおうかしらとも思いました。お夏が冗談くらいにとって別れましょうと言うと 自分は出たきり帰ってこない。お夏はどうするだろう。しかしそれでお夏も救われるのだ。こんなことを考えているうちに体中がぽっぽっと暖かくなってきました。私はかなり暑い毛のシャツを着たまま寝ていたのでそれをすっかり脱ぎ捨てて素肌に合わせだけになってしまおう。 こう思って起き上がると私はどうしたのか手を伸ばしパチッと電灯のひねりをねじったのです暗くなってあっと声を出しました私は闇の中に座ったまましばらくぼんやりしてしまったのですシャツを脱ごうと思って起き上がったものがなぜ電灯を消したろう 確かに自分の考えていたのはシャツを脱ごうということだけでシャツを脱いでからどうしようシャツを脱ぐ前に何をしようというような素合わせになってまた寝ようというシャツを脱ぐという行為とは時間的に一直線上で後に続く考えのほかは何も思ったことはなかったのです。それがどうして何の連絡もない。 明かりを消すという行為に変わったのだろう運動神経が中枢の命令を途中で変えるということは考えられません私はこれは頭が狂ってきたんだと思わないわけにはいかなくなりました軽くなった胸には急に重い鉛の塊を投げ込まれました三つじも 自由恋愛もかけたい気持ちも何もかも今は影を隠しました暗い中に座ってると不安はだんだん広がってゆきます伝統をつけてそのまままたとこへ入りましたが田舎源氏は今はそばに置くさえ不快な気がしました余儀の襟に顔をうずめて 眠ろうとするがなかなか寝つかれませんまもなくお夏が帰ってきましたお夏は何も言わず片言いわして薬を飲む様子でしたがそのまま眠ってしまいました